はい、どうも、こちら今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はあ、なんか弁当あるな一応捜査が終わって、でお京さんにまた会って、終わってはねえか、捜査このルミノル試合がちょっと血の跡を探した後、まあ、お京さんから協力じゃないけどさ、まあ、弁当を使って、まあ、どうにかね、なんか使えるかもしんねえよみたいなあんま まとまんないんだけど、頭もあんま回んねえからさ今日。それはそれで、まあ、いよいよまた決定的な証拠をまた手に入れられるんじゃないかなってところでやっていこうかなと思うわ。で今はあれなんだよ、なんかこのガントだっけ、ガントさんがなんか犯人捕まえたって言ってたじゃん。その犯人が多分こいつなんだと思う。こいつっていうかこいつにされてるんだと思うんだよ、まあ、とりあえずやっていこうか。あ、どどんこんにちはであります。この子なんだっけ、あなたは確か、すいません、水類検事って人いらっしゃるでありますか。本館警察局長のお使いで本館報告書を持ってきたであります。絶対お前この声じゃねえわ。へえ、おまわりさん、留置所の監視だったんですか。いえ、本館、あれであります。小羊のような巡査でありまして。あ、わかった。今日はこっちに報告書を届けに来たんですね。いや、その本館、なんというか、この本館、その。まさか。ちょっと脱ぐわ。もしかして、あなたが正しき道を捜査官を。は。犯人の灰原巡査でありますからして。え、自分で言っちゃうのそれ。これは予想外の展開だな。濡れ衣じゃないの。本館、本来は総務課の巡査でありますからして。お前、室内で使うなよ、こんな狭いのにさ。聞こえてますから、普通にお願いします。たまたま用があって商工会室へ行ったところ、本館保管室の前の警備室が空っぽだったのであります。あ、じゃああれじゃん、俺らが行ったとこじゃん。まあ、明らかに財門が守ってんだろうなっていうとこでしょ。つまりいつもは保管室は警備員が見張っているんですね。何分商工会室は証拠を保管しているでありますから。保安課の巡査、ザイモン巡査が警備を担当しているであります。ザイモン。それで本館、ふと警備室のモニターを見たら今の顔かわいいな。お前、保管室にそのいわゆる不審者が、そう、不審者を見たであります。不審者、もう動きが多いな、お前。てかめちゃくちゃお前バリエーションあるな。お前よい、愛されてんな、ゲームにてか、まあ、カプコンに。何やってんだこの人。それでどうなったんですか。その後は本館カーッとこう頭が真っ白になっちまって、ふと気がついたら今日こうして留置所に。長すぎるだろ、真っ白の時間が。あの、ところでその手どうなさったんですか。は、本館包帯を巻いてくれる人もいないので、自分なりにこうぐるぐるとこれ巻いてみたのであります。手に包帯といえば、ともえさんと一緒だな。どこまでも同時ですね。警察局と検事局の事件。とにかく聞かせてください。その手の怪我について。失礼ですけど、犯人なんですよね。正しき道を捜査官を証拠保管室で殺害した。本官を、そんな悲しい目で見つめないでほしいであります。人はうるせえな、お前。被害者と加害者に来るとすれば、さしずめ本館などはかなり被害者の方に。いやいや、こうして捕まってるわけじゃないですか。は、まあ確かに、まあ本館あれなんでありますけれども。被害者の正しき捜査官とは知り合いだったんですか。その人をあえて他人と赤の他人にくくるとすれば、さしずめ本館などは真っ赤で、真っ赤よりでありまして。赤の他人ってことは、だから全然関係ないってことだよな。回りくどいんだよ。つまり知らなかったわけですか。
本官、日の当たらない部署で働いているでありますからして、捜査官の方に知り合いなどいないのでありますからして。じゃあなぜ知らない人を刺しちゃったんですか？だから本官、殺すつもりなんてなかったであります。絶対お前初めてやった時こんな声じゃなかったと思うけど、まあやっていくわ。というか本官、殺したつもりもないのでありますからして。やれやれ、混乱してるみたいだな。その手やっぱり事件があった時に。まあそのこれ本官、実はそうでありまして。ダメじゃないですか、ちゃんと自首しなくちゃ。だって本官、でもだって仕方なかったであります。仕方なかった。実は本官、あれであります。本官からして、捜査官堂にナイフを向けられてわーってなっちゃって、気がついたら気絶していたのであります。気絶。そして本官、同僚の巡査に叩き起こされたでありますが、お返しには誰もいなかった。本官なんと一人ぼっち。正しき捜査官殿は消えたのでありますからして。めちゃくちゃ大事なこと言うじゃんお前。やっぱ俺の予想でしょ、これ多分保管室からさ、検事局に罪なすりつけるためにさ移したんでしょ。そう、気がつけば手からドクドク血が。これ本官、寂しかったであります。本官、実にこれ被害者の死体が消えた。微妙な話ですね。何この終わり方、ふわっとしてんだけど、なんかあるかな。すげえふわっとしてんだけど。でもないよな。お前すげえふわっとしてんだけど、なんもねえよな。移動してみようか。どこまで行けばいいんだ。あそこ行けばいいんだろ多分。これか。いないの？じゃあ本館になんか突きつけないといけないじゃん。絶対突きつけないといけないじゃん。何よ、何突きつければいいのお前に。でも検事局で殺人が起こったんですよってことを伝えればいいのかな。場所分かってないよな。これでも建築局、道行きの車から死体が発見された。これ見せれば知ってんじゃない。キャー、ナイフ怖いであります本官。大丈夫ですよ、見てもらえ。これ本官、昨夜も本官あれでありまして。本官がリンゴになってツルツル皮を剥かれる夢を。すいません、もういいです。ひどい目にあったんだろう、仕方ないな。だって弁当だってあれだもんな、左衛門中佐だもんな。これは原部さん、これなんですけど。もうダメ、本館。でもないよ。ナイフは一緒なんだ。これは？これ見ていただけますか？それであります。それ本館、それでありますからして。何ですか？今この瞬間まで本館の頭真っ白でありました。しかし全て本館、ここに今本館思い出したであります。思い出したって事件のことですか？そうです、いわゆる本官、そいつのせいでこんな目に。こんな ID カードですか？そうであります、実にそうなのであります。ある種そう言わざるを得ないのでありますからして。お前体力使うんだけど、お前やめてくんないですか？詳しく聞いてみた方が良さそうだな。朝にやってるからあんまり元気ないんだよ。思い出したことを聞かせていただけますか？本官、何分総務課の迷える子羊のような巡査でありますから。いいカットじゃん。保管室にいた正しき捜査官殿は存じ上げなかったであります。だから
不審者だと思い込んだわけですが、所管室に入った本官は ID カードの提示を求めたであります。なんだ、やるべきことをきちんとやってるじゃないですか。そうなんであります、本官、それが言いたかったであります。それで ID の提示を求められた正しき捜査官はどうしました？なんと、いきなり本官にナイフを向けたであります。え？本官、もう何が何だかわからなくなって奇声を上げて飛びかかっていっちゃったであります。正しき捜査官がナイフを向けてきた。やられる前にやれ。はい、原場池の家訓でありますからして。それからどうなりました？それから本官、頭が真っ白になって気がついたらここに。やれやれ。結局原場さん、どうして逮捕されたんですか？どういうこと、茜ちゃん。ちょっと情報を整理してみましょうよ。お、推理じゃん。推理パートみたいになってんじゃん。原場さん、正月さんの顔を知らなかったんですよ。そして現場で会った被害者は ID を提示してくれなかった。つまりそれが本物だったかどうかわからない。あー、確かに。それに死体が証拠管室から消えたってことは、そもそも本当に死んだのかどうかもわからないはずです。それ、本官、それを言いたかったであります。というか、それに近いことを言ってみたであります。え、でも、結果的にここにいるわけですよね。本官、言われちゃったであります。何でもあの日、あの時間。正しき捜査官殿が証拠監視に入ったのは間違いないとか。でも、あなたの記憶ははっきりしないんでしょ？でも、はっきり映っていたでありますからね。え、映っていた。防犯カメラであります。本館の憎むべき犯行が全て録画されていたであります。それは逃げられないじゃん。それはもう逃げられないよ。ごめんけど、お前犯人だよ。さすがに捏造ってわけにもいかないしな。だってさすがにね、 CG 技術がどうこう言っても無理でしょう。それを先に言ってください。は、本館、そのあれ、面目ないでありますからして。やれやれ、とにかく現場を調べないとな。これでいけばいいのかな、もう。あ、これ出るじゃん。あれ、なるほどさん、課長さんの席。あれは、ガント局長。ほんと、これだけで、これだけよね、課長さん、課長ちゃんさ。見落としがあるとね、とんでもないことになるから。は、あ、違う違う。は、多分おそらくもう完璧であります。付けの部屋、引き出しも、ロッカーも、座布団の裏もパソコン。そ、じゃあもし何か出たらさ、すぐにね、連絡くれるかな。は、あ、はは、もう一度調べてみるです。課長さん、みっともなく舞い上がってるな。あれ、なるほどちゃん、どう最近泳いでる？は、ガント局長殿、ご苦労様です。なんでなるほどさんが敬礼してるんですか？何この音楽、クッパ戦みたいな。びっくりした、クッパ戦みたいなあれだったな、入り方だったな、 BGM が。大丈夫ですか、三つ剣のやつ。音ミスってないか、でかくないか音。あー、ミツルギちゃん、今ね、あれ、検事局の左門会って不吉な響きですね。彼もほら、いろいろあったから、年末からこっちいろいろね。もしかしてあのひょうたんこの事件ですか？まあ、ミツルギちゃん自身が被告人っていうのもシャレにならないけど。なるほどちゃんが有罪にした人いたでしょ。ああ、カルマ刑事ね。40年間無敗を誇った検事局の生きる伝説。あれが捏造ってことにされちゃったでしょ、君にさ。いやいやいや、別に僕が悪いわけでは。とにかく今、あちらさん大変なのよ、検事局ね。信頼を回復するためなら何だってやっちゃうよ。
サモンカー次第では危ないね、ミスルギちゃん。そんな。いやー、さすがに困っちゃうね。同時でしょ、向こうさんと。検事局か。でも、そんなの科学的にありえないじゃないですか。でも今んところさ、そう言ってるわけ、証拠がね。たしきちゃんは2つの場所で同時に刺されたって。その証拠というのは？お、ちょっとそれは勘弁してよ、なるほどちゃん。その辺微妙でさ、悪いけど言えないの。まあ、そうかもしれないな。僕ね、隠し事みたいなの嫌いなわけ、これ本当に。だから課長ちゃんにも厳しく言ってあるんだけどさ。あ、そういえばいじめてましたね、課長さんのこと。あ、やだな、あれ見てたの？あはは。課長さん何を頼まれたんだろう。警察もさ、捏造でしょこれ普通に。ちょっとこっそり聞いてみましょうよ。聞けんの？課長さん、やれ、みっともないとこを見られちゃった。あの、何を頼まれたんですか、局長さんに。やれ、そこにほら、被害者の正しき君の席があるんだけど、手がかりになりそうな遺留品を全部提出しろって。ゴミ箱のゴミまで全部持って行っちゃったよ。じゃあもう正しきさんの遺品ここにはないんですね。もちろん残ったのはこいつだけだよ。残しちゃダメじゃないですか。だってこれ書類の書き損ないだから。遺失物、遺失物か、遺失物届途中までしか記入されてないしね。遺失物、何かなくしたんだ正しきさん。書類の日付は2月21日か、一応記録しておこう。 BGM うるさくね。あさ、ガントさんの BGM ミスってんだけど、バカうるさいんだけど。あ、あの、ところでお願いがあるんですけど。何？珍しいね、なるほどちゃん、お願いなんて。商工関係の調査をさせてもらえませんか。あ、さあ、なるほどちゃん。ちょっと音下げたわ。あ、すいませんでした。結構であります。僕さ、そんなね、ケチな男じゃないわけ。え？誰に頼まれても5000円までなら貸すし、全然問題ないよ。好きに調べてくれていいから。で、見るもんですね。じゃあ、そこのお嬢ちゃん、これ貸してあげるから。あ、それ、ケイさんの ID カードですか。お客さんは特別だから、なくさないでね。はい、声であります。ま、とにかく頑張ってよ。じゃあまたね。通してもらったじゃん。胸につけちゃった。本物ですよ。嬉しそうだね、ものすごく。本館が入れてあげますからして、商工監視室。変な影響を受けてるみたいだな。行こうか、じゃあ。で、ガントじゃない、あいつに止められたところで、あれかな、弁当出すのかな。え？あれ？なんで？あ、これで調べればいいのか。あ、ガント局長さんに ID カードも借りてきたし。さあ、張り切っていきましょう。開かない。あ、カード端末の電源がオフになってる。あ、しゃしゃしゃ、なるほどだ。あ、カード端末の電源がオフになってるぞ。もう、警備の人をちゃんと仕事しましょうよ。おやおや、バンビーナがご機嫌斜めのようだ。サイモンさん。やっぱりこの人か。なんだい、そのやっぱりこの人かみたいな目は。お察しの通り、ここは俺のサルーンさ。あの、私たち現場を調査したいんですけど。サイモン怪しいよな。おお、その胸のカード、新世界へのティケットかい。ティケット、
いいさ、殺人現場で開拓者気分を味わってくることさ。カードリーダーの電源が戻ったみたいだな。ついにお話を聞かせていただけますか。悪いがカウボーイ、君たちの相手をする気はないさ。やっぱり忙しいんですか。そんなことは言ってないだろう。相手をする気はない、それだけのことさ。おいおい、ザヤモンさん、これを見てもそう言えるのかい。俺は持ってんだよ。あ、一応見ようかな。こう、ほんと変わりだな、途中だな。何も書いてんじゃん。ほんとにザヤモンさん、そう言えんのかい。これを見ろよ。この匂い、テキサスを思い出す。ザヤモンさん、テキサスの人だったんですか。こないだテレビで見たさ。ベイビーからの差し入れかい。お嬢さんから。こいつは。どうしました。フィレステーキ弁当。そうか、そういうことか。てか、その神妙な BGM 流すなよ。一瞬ビビったわ、お前。なんか薬でも盛られてるんかと思って。どういう意味があるのかな、あの弁当。渡した。オーライ、バンビーナ、あんたの勝ちだ。なんでもぐ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 聞いて、ごく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 。そう、違うだろ、文字残んないだろ。どうやら話をしてくれる気になったみたいですね。お、話してもらおうじゃねえか。あれかな、その京香さんがさ、なんかこのなるほど君たちなら、その昔なんかさ、辞めさせられたわけじゃん、この二人は。検事側にさ、何かこの子たちなら、なるほど一行はさ、何か変えてくれるんじゃないかっていうさ、なるほどたちを信頼した結果がステーキ弁当だからさ、それを察したのかな。サイモンさん、商工監視の警備を担当してるんですよね。誰にでもできるありがたい仕事さ。よく知ってるね。留置所の腹ばい巡査から教えてもらいました。ああ、あのかわいそうな坊やか。2階に1階は自分の名前を灰原と書き間違える。彼はこんなことも教えてくれました。事件があった時、あなたは警備室にいなかったと。こんなことを言っちゃまずいが、今から2年前、捜査官から外れてから、見た目ほどやる気満々ってわけじゃないんだよ。何をしてたんですか、事件が起こった5時15分頃。さあね、ジップコチーズ号で街灯をギャラップで流してたかな。名馬にまたがって高速道路を走っていたと。てか、サボり方大胆だな。もうそこにいないんだな。仕事を手抜くとかじゃなくて、ここに来ないんだな。とりあえずここには人間は必要ないのさ。最新の機械たちがきちんと見張ってくれるらしいからね。最新の機械、防犯システムですか。機械か。ステーキの横の茹でたブロッコリーの次に苦手だよ。どうしようかな。これ聞いて終わろうか、3つ。お父さんから聞きました。サイモンさん、2年前まで捜査官だったんだって。事件現場のブッシュワッカー、公園にうずめた夢の後さ。今も調べてるんですよね。SL95 事件、お父さんと。あれは俺の事件だった。記録の上では解決している。お得意のイカサマポーカーさ。しかし、俺は納得できない。それだけのことだよ。どんな事件だったんですか、 SL95 事件って。名前だけよく聞くんですけど、誰も教えてくれないんです。教えたくないんでしょう。知らない方がいいこともあるよ、バンビーナ。それにあの事件は2日前、今度こそ完全に死んじまった。2日前、事件があった日ですか。そう、
証拠品の申し送りさ。剣も言ってたな、申し送り増えたし3つ終わったら終わりと思ったのに増えたし。俺が知ってる機械はとりあえず2つさ。とりあえず言っただろう、バンビーナ。俺にとって機械はステーキの横の入れたカリフラワーの次に苦手なのさ。まず分かりやすいのは防犯カメラだろう。原場純さんも言ってたな。数時間ごとに異常がなければ消去されちまうらしいけどね。そのカメラに映ってたんですか、原場純さと正しき捜査官が。多分ね。責任者が多分はないだろう。そしてもう一つ、証拠監視に入るときには ID カードが必要なんだよ。てかさ、 ID カードの履歴とか残ってそうだけどな。普通に確かにドアの脇にカードリーダーがあるな。 ID カードを使う、おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、もうやっぱあったか。 ID カードを使うと記録が残る。ありがちだが分かりやすいさ。これでわかんじゃん。これが ID の使用記録。あ、あれ、見たことがあるナンバーが584289。おっと、これ以上は見せられないな、バンビーナ。え、こいつが事件に関係するか俺は聞かされてないからね。なるほどさん、今の記録見覚えのあるナンバーが。使用記録と事件との関係突きつけてやるんだ。ああなるほど、これ誰か、あの ID カード突きつければいいんだ。すいませんけど、そもそも申し送りって何ですか。保管室には完結解決した事件の証拠品だけが眠っている。それぞれの担当捜査官の管理で2年間ここに保管されるのさ。万が一解決が間違ってた場合、再捜査のためにね。じゃあ2年経った証拠品はどうなるんですか。警視庁の地下倉庫で永久に眠ることになる。それが申し送りってやつさ。年に一度2月に行われるこれお前の声ブレちゃうわ、やっぱさすがに長くなっちゃうと。そうだったんですか。申し送りはそう、事件の葬式とも言えるよ。解決から2年が経過したとき、その事件は完全に終わって死ぬ。もう追跡捜査をすることはできない、永久に。そして SL95 事件は2日前死んだわけか。これ突きつければいいんだよな。これ見てください、被害者の ID カードなんですけど。ああ、確か現場の地下駐車場に落ちていたな。こいつの番号なんですけど、584289です。ダイモンさん、さっきの記録、 ID の使用記録、 ID の使用記録を見せてください。777777、何これ、明らかに怪しくないか。この4番目のナンバー完全に一致します。使用された時刻は5時14分、事件が起こった時間だ。しかし ID カードはこの世に1枚しか存在しないはずだぜ。やっぱり事件があった時間、正しきさんは証拠監視に。でも待てよ、原場巡査はこう言っていた。ハイトンカは、そうね、 ID カード持ってなかったっていうか提示しなかったんだよな。いきなり本館にナイフを向けたであります。うん、あら、原場巡査に切りかかる必要なんてなんかなかったはずだ。オーライカウボーイ、あんたの勝ちさ。この記録あんたに渡した方が良さそうだ。他の番号がさ、誰か分かんない限りさ、あんま意味なくないか。ID を持っていそうな人物に見せてみた方がいいな。
ザエモンに見せればザエモンに見せちゃダメなのかな、逆に。ああーこれダメだな。じゃああれかな、局長か糸の子さんか。まあ いやとりあえずじゃあ次回はおかんさいってって感じかな。まあおかんさい、おかんさいでも店に行ってもいいけどな。このなんだっけ、この証拠品。まあいいや、とりあえず今回終わろうかなと思うわはい、じゃああざした。